はい、今回はアマゾンのちょっとした闇に関して雑談していこうかなと思います。アマゾンって大きい企業なんでね、闇いっぱいあるかなと思うんですけど、今回はね、かなり身近な闇紹介していこうかなと思います。今ね、映ってる画面なんですけれど、こちら。ルルカがね、注文したカメラを止めるなのアマゾン限定のブルーレイになります。で、この商品、12月5日発売になっています。で、自分予約していたんでね、基本的には当日に届く予定になっていました。本日、日付の方なんですけど、12月8日になっています。見ていただければね、わかる通り、配送予定日は12月5日に予定されていましたっていうね、まあ謎の文章が出てきます。予定されていたってどういうことなんだろうな、みたいな。頭にね、ハテナがいっぱい出ると思うんですけど、まあまあの冷静にね、どうなってるのかなって調べるために、配送状況確認ってあるので、これを押してみます。そうするとね、下の画面が出てきます。配送業者デリバリープロバイダー。で、伝票番号が出てきます。まあ、あんましね、聞き慣れないですよね。この配送業者デリバリープロバイダー。今回の Amazon の闇っていうのはこちらになります。このね、配送業者デリバリープロバイダー。ルカと同じように被害に遭われた方いるんじゃないかなと思うんですけれど、まあかなりね、評判悪いです。このデリバリープロバイダー。基本的にプライム会員であれば、黒猫さんか、郵便局が届けてくれると思います。荷物の方。なので、まあかなりね、いつも、ルルカは満足しています。たまにね、外箱がね、まあなんかちょっと破損していたりとか、なんかあったりとかすることはあるんですけど、結局中身さえね、無事であれば、基本的にね、外箱なんて関係ないんで、まあまあまあいいかなって感じで、いつも満足しているんですけれど、予約で購入してしまうと、プライム会員の力っていうのが発動しないらしくて、このデリバリープロバイダーを選ばれてしまうことがあります。で、今回それを選ばれてしまったことによって、5日到着予定だったのが現在届いていない状況になります。このね、デリバリープロバイダー、何がひどいかっていうと、この下に行くんですけれど、まあ、このデリバリープロバイダーで送られてきてるっていうのは分かりました。12月5日に届く予定だった。じゃあ荷物って今どうなってるのって気になりますよね。デリバリープロバイダーで現在どういう感じになってるのか、追跡ができるので見てみました。そしたらこうなりました。これがね、デリバリープロバイダーの追跡になります。12月4日に Amazon を出発したようです。この辺でね。まあ、順当に行けば、12月4日に発送されれば、5日にね、ルルカの家に届くっていうのは、まあまあ、問題ないんじゃないかなっていう。基本的に1日あれば届くんでね。お、じゃあね、ちゃんと届くんじゃないのかってことで、12月5日に静岡県静岡市ってことで、ルルカ今ね、静岡県に住んでるんですけど、静岡県に届いてます、5日に。今ね、撮ってるのが朝方になるので、まあさすがにね、8日とは言わないんですけど、7日までは待ちました。なので、2日間、まあ5日に届いてなんで、正確に言うと5日、6日、7日あるんで、3日間の間、静岡県にあることになっています。静岡県に届いていて、まだ届かない。まあね、別にね、何らかのトラブルがあって仕方ないのかなと思って、問い合わせ先っていうのがあったので、Amazon にもね、デリバリープロバイダーって問い合わせ先があったので、まあそちらの方にね、電話をかけてみました。まあ電話をかけてね、どうなってるのみたいな。まあ気になりますよね。さすがに7日になっても届いていないんで、早く欲しいんでね。早く欲しいし、まあ破損したりなくなってしまっているんであれば、ぶっちゃけね、Amazon でこの限定のカメラを止めるな、普通に売っています。さらに言っちゃうと自分プライム会員なんで翌日に届きます。注文すればね。っていう状況なんで、これ以上待つっていうのも意味がないんで、現状を知りたくて電話かけました。デリバリープロバイダー。何度かかけたんですけど、電話が一切繋がりません。っていうことで、もう仕方ないですよね。まあこれもう電話することもできないし、どこに来てるかもわからない。もうすでに5日に静岡に届いてるのに、まあどうすることもできないじゃないですか。なので、Amazon のサポートセンターに電話のをかけました。まあ正確に言うとね、Amazon からかけ直してくれるんですけど、まあルルカはね、前から言ってるように結構 Amazon 推しの部分があって、Amazon さんって、まあ人それぞれね、Amazon のサポートがクソだみたいなこと言う方もいるんですけど、個人的には Amazon のサポートを最強だと言っています。24時間質問したかったら電話かけると折り返してかけてくれるし、まあまあもちろんね、専門的なことは分かんなかったりするんだけど、ある程度のことだったら対応してくれるし、いい企業だと自分は思っています。まあもちろんね、人によってはね、まあなんか税金のこと等々でね、言う方もいるんですけど、まあそういうのは置いときましょう。基本的にサービスとして自分は24時間対応してくれる Amazon さんのサービスが好きです。なので、まあね、電話かけました。こういう理由でね、今5日に届く予定の商品がまだ届いていなくて、なおかつね、その、デリバリープロバイダーってとこに電話をかけても電話が繋がんないんですよ、って言って。こういう場合どうしたらいいんですかっていうふうに、電話で聞きました。まあそうしたらね、まあ向こう側の方もちゃんとね、丁寧に対応してくれて。で、一応調べてくれて、その場でね、調べても分かんない状況。静岡県に届いてるって情報は見ることはできると思うんですけれど、あくまでそこまでしか見れないので、まあそこでね、どうすることもできないので、まあ、ちょっと折り返し連絡しますので、ちょっと調べさせてくださいってことで、あ、分かりました、つって。分かる分かんない。別にして、まあね、夕方までには連絡させてもらいますってことで、まあ最初ね、電話にしてようと思ったんですけど、まあそれだったらね、分かんないんだったらメールでいいやってことでね、メールで連絡くださいっていうふうにお願いしました。で、そうしたらね、夕方、来たメールがこちらになります。お問い合わせいただきましたご注文番号ね、これ、ルルカが注文したカメラを止めるなですね、につきましては、現在配送業者に確認を取っておりますが、
未だ回答が得られておりません。そのため回答が得られ次第再度 E メールでご連絡させていただきますっていう風に連絡が返ってきました。あのね、 Amazon さんが連絡しても連絡が取れないっていうね、やばくない？まさかだよね。まあさすがにね、ルルカが一般的にかけれる電話番号と違うルートっていうのは多分 Amazon さんには存在してると思います。さすがにね、契約業者なんでね、あくまで向こう側は、こっちは顧客なんで、まあ、個別なので、個別の対話できないみたいなことがあるとしても、基本的にまあちゃんとね契約を結んでいる会社同士なので、まあ何かあった時にはね連絡する術っていうのがあるはずです。なんですけれど、まあ、ルルカがね連絡取れないのはまだしも、 Amazon さんが連絡を取ろうとしても連絡が取れないっていう、このデリバリープロバイダー、5日発売だったのに5日6日7日待っても無理だったんで、今日連絡取ったんですけど、いやまさかねこんなことになってるとはっていう感じで、まあネットでね軽くねデリバリープロバイダーって検索したらね荒れてるなみたいな、まあ自分もねさすがに3日来ないんでね、おいおいってなるんだけど、まあ人によってはねかなり大事なものを注文してたりとか、どうしても発売日に欲しいから予約してるのに3日経っても来ないとかって、おいってなりますもんね普通に。いろいろ調べていったらね、デリバリープロバイダーっていうのはまあ1個のね業者さんじゃないようですね。プライム会員とかだとね、黒猫さんだったり郵便局がね届けてくれるんですけれど、プライム会員じゃない方にはなんかね、いろいろな、まあ、聞いたことがない業者さんですね。まあ、別に聞いたことない業者が悪いってわけではないです。全部が悪いわけじゃないんですけど、大手じゃないところのいろいろな業者さんを集めて発送を頼んでいるようですね。で、その中の一部の業者ですよ、多分。全部が全部の業者さんが悪いわけではないと思います。その一部の業者さんが、まあ、すごい適当な作業をしているってことなのかな、わかんないけど。まあ、ね、別に届かないっていうのはね、しょうがないこともありますよね。今時ってまあ翌日に届くよって言ってるんだけど、何らかのトラブルがあればね届かないことは仕方ないかなと思います。なんですけれど、こちらにね届かないっていう連絡は一切ないで、なおかつこちらから連絡する術もない、なおかつ Amazon さんから連絡する術もないっていうね、もう三段落ちかよと思って、注文が届かなかった際に注文履歴を見た時にね、まあ、ちょっとこのデリバリープロバイダーっていうのが扱っていた場合に関しては早めにね対応をお願いした方がいいかもしれないです、 Amazon さんに。まあ、もしくはねキャンセルしちゃうのもありかもしれません。先ほど言った通りね、もう予約部に届かない時点で、まあ、普通にもう一回注文かければ翌日に届くって商品がほとんどだと思います。もちろん品切れのものだったらまあしょうがないかなって部分もあるんだけど、自分同様に物によっては在庫あったりすると思います。そういうものであればもう一回キャンセルお願いして、まあ、Amazon さん結構多分紙対応、まだねキャンセルはしていないんですけど紙対応してくれるんで、まあ当然ではあるんだけどね、3日経っても届いてないんで、多分キャンセルとかで OK になると思います。でそうしたらね、もう一回同じ商品を注文すれば、まあ即達なんでね翌日には届くみたいな感じで、まあデリバリープロバイダーさんに当たってしまったら、まあある程度ねどうするかっていうのを考えて動いた方がいいんじゃないかなって感じでした。今回ね受けた感じでは、このデリバリープロバイダーを知らないで、まあいくら待っても届かない人とか、なんだ今回ねなんかやたらね対応が悪いなみたいな方がいるようなんですけど、 Amazon には闇が潜んでいて、どうやらねプライム会員になってしまうと基本的に予約以外の場合に関してはちゃんとね黒猫さんとかが来るんで問題ないようなんですけど、プライム会員じゃない方だと配送デリバリープロバイダーっていうのが選ばれて、まあひどい目に遭ってる方がいるようです。その点も含めてやっぱ Amazon はねプライム会員になるべきなのかなと思いました。まあプライム会員にならないとねサービスが悪いってのもどうかとは思うんだけど、まあもともとね値段もそんな高いものでもないし、まあ、プライムビデオがついてきたりとかね、まあ電子書籍ちょっと見れたりとか、まあプライムの音楽聞き放題だったりとかね、まあAmazonのプライム会員はかなりの特典がいっぱいついていますので、まあこの機会にねAmazon使う方であればこういうデリバリープロバイダーっていうのが潜んでいるので、まあプライム会員になった方がいいんじゃないのかなってオチになります。なんかAmazonのことをディスってるのにAmazonを勧めるっていうのもおかしい話だと思うんですけど、個人的にねその先ほど言った通りサポートが24時間だったりとか、 Amazon のサービスは自分満足してます。翌日届くし、地域によってはねその日に届いたりとか、なんか数十分で届くサービスとかもあったりするみたいですね。まあルルカの住んでる静岡では対応していないんで受けたことはないんですけどっていう部分があるんでね、まあある程度自分が使うサービスにはまあお金をかけるっていうのもありじゃないかなっていうのが、まあ、満足度を上げるためには仕方ないのかなと思いました。 Amazon さんにねしてもね、まあこういう業者とは付き合いたくないんだろうけど、もうこうやってねすごい今始まったことではなくて、だいぶ前からねこのデリバリープロバイダー問題出てるようなので、かなり時間が経ってるのにもかかわらずこうやって問題が出続けてるってことは、まあ、Amazon もね解決したいんだけどね解決できないんですよね、発送量が多すぎて。ここからね前回の動画で挙げたようにサイバーマンデー、まあ、今回はねPayPayの影響によって去年を超える売上が出て、まあ、パンク状態になるっていうところはわからないんですけれど、まあ、それでもねある程度の数っていうのは通常よりは出ると思いますので、まあ、もしかしたらね、まあプライム会員でもこのデリバリープロバイダーに当たってしまう可能性がなきにしもあらずなのかな、わかんないですけど、まあ言うてもね自分過去に多分 Amazon でちゃんと来なかったっていうのは数回しかないんで、もう数百回注文して数回レベルなんでね、まあ基本的には稀なものってか、自分がプライム会員だからだと思うんですけど、稀なものだとは思うんですけれど、まあねむしろAmazon さんしっかりしてほしいなっていうのがさ、
予約だからこそちゃんと欲しいっていうのを理解してほしいですよね。プライム会員で早く来るっていうのを優先するっていうのは当然なことではあるんだけど、翌日でも届くっていう状況にもかかわらず予約する人の気持ちを考えてほしいなっていうのは今回一番思ったこと。予約してでも欲しいってどういう気持ちかわかるよねみたいな、しかもそれがプライム会員なんだよっていう、その予約してでも欲しい商品をプライム会員が注文したのをデリバリープロバイダーに送らせんなよみたいなね。まあもちろんね、先ほど言った通りデリバリープロバイダーも一社だけじゃないんで、ちゃんと信用があるところもあるっていうのも含めてのね、対応だとは思うんですけど、まあ今回ね、そんな感じでデリバリープロバイダー変なのに当たってしまうと予約してもね、予約日には届かないアマゾン闇を紹介させてもらいました。今後もいろいろな動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。